ティモシー・デボン・アンダーソンは、アメリカ合衆国アラバマ州、タスカルーサ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシカゴ・ホワイトソックスに所属。2013年の MLB ドラフト一巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。この年は、参加の A 級カナポリス・インティミデーターズでに所属し、68試合に出場して打率27、277。 1>, 1本類二21打点、24盗塁を記録した。2014年は、ルーキー級アリゾナリーグホワイトソックス、a 級ウィンストンセーラムダッシュ、a 級バーミングハムバロンズに所属し、3球団合計で84試合に出場して打率。303、9本類打、40打点、10盗塁を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、 グレンデールデザートドッグスに所属した。2015年は初めてメジャーのスプリングトレーニングに招待された。シーズンでは A 級バーミングハムに所属し、125試合に出場して打率。305本類だ、46打点、49盗塁を記録した。2016年は開幕をトリプル A 級シャーロットナイツで迎えた。6月10日に同日に、 ディエフェとなったジミー・ロリンズと入れ替わる形でメジャー契約を結び25人枠入りした。デビュー戦となった同日のカンザスシティロイヤルズ戦にて9番遊撃手で先発出場してメジャー初安打を含む2安打を記録した。7月9日のアトランタブレーブス戦の3回表のレイアウトランナー1、2塁の場面でフレディ・フリーマンの打ったゴロを補給して2塁ランナーに 食だまし、二類ベースを踏んだ後、一類に送球することにより、二視察、一補殺の名え札を完成させた。全体としては99試合に出場。打率、283.9本類が、30打点、10盗塁という成績を残した。2017年2月14日、背番号を7に変更した。3月にホワイトソックスと6年2500万ドルで、 契約を延長した。8月23日のミネソタツインズ戦で自身初のサヨナラアンダーを記録した。この年は146試合の出場で打率。257.17本塁が56打点、15盗塁などを記録した。守備ではリーグ1位の28失策を記録した。2018年8月23日の ミネソタツインズ戦で自身初のサヨナラアンダを記録した。この年は153試合の出場で打率、240.20本塁打、64打点、26盗塁などを記録した。守備では2年連続リーグ1位の20失策を記録した。2019年4月17日のカンザスシティロイヤルズ戦で4回に2点本塁打を打った際に3塁。 側ベンチに向かって挑発的にバットを放り投げたことに、ロイヤルズのブラッド・ケラーが、激怒、6回の自打席で、報復支給を投じたことから小競り合いとなり両チームから選手が出て、乱闘寸前の状態になった。結果、ケラーと共に退場処分を受けた。なお、アンダーソンは2018年のロイヤルズ戦でも、小競り合いを起こしている。19日に、 MLB より1試合の出場停止処分を受けた。4月は26日のデトロイトタイガース戦で自身初のサヨナラ本塁打を記録するなど打率381.6本塁打、17打点、9盗塁などの好成績でプレイヤーオブザマンスを初受賞した。6月25日のボストンレッドソックス戦の守備でゴロを補給する際に右足首を捻挫し、 その後1ヶ月欠場した。この年は123試合の出場で打率、335.18本塁が56打点、17盗塁などを記録し、首位打者のタイトルを獲得した。守備では3年連続リーグ1位の26失策を記録した。2020年は COVID-19 の影響で60試合の短縮シーズンとなる中、8月1日に、 右股関節の針で故障者リストに登録された。この年は49試合に出場し、打率は322で DJ ルメイに次ぐに十10本類十打21打点、5盗塁などを記録した。自身初出場のポストシーズンでは、オークランドアスレチックスとのワイルドカードシリーズで3試合連続、3安打という史上2人目の記録を残したが、チームは敗退した。オフには、 シルバースラッガー賞を初受賞し、MVP 投票では7位だった。2021年7月10日に辞退した選手の代替選手として、自身初となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは8回裏に、ブルージェイズのボービーシェットに代わって、遊撃手の守備について途中出場し、オールスターゲーム初出場を果たした。 ありがとうございます。